残り周回数が濃く濃くと減るタイミングを待っているという、そんな感じなんですが、カオチン気合入ってますよ。あの掛け声はだんだん詰まってるんですよ、ね、詰まってるんですよね。つむら選手見えてるんですよね。つむらを折れていくとその距離がだんだんと分かってくる感じ、はい、さあそして豊岡選手がコントロールラインの方に見えてきて6分53 7分に出るかというところで、来そうだ。さあそしてさあ鐘が鳴ります。鐘が鳴ったファイナルラップ。さあ豊岡綾子選手が盤石の体勢を築きつつあります。今のところアドバンテージは非常に高い。行け行け。
超疲れたこれ。一緒に行きたいなって言ってんけど、行けるかどうか知らんけど、行こう行こう、ずっと撮りたいなって言っとってんね。ごめんね、インタビュー中ドーピング対象なんで、はい、なんか来戦するやったから一番のポイントはシミュレーション通りですよ。シミュレーション通り、はい、私もこの1週間東横さんとずっと一緒でしたから。そっか、じゃあチームの勝利でもある。そうです、チームの勝利ですよ、これは。そっか、じゃあワンツーフィニッシュめっちゃ嬉しい、チーム TY の勝利ですよ。ほんまや、TY や、はい、おめでとうございます。ご苦労さんでございます。ありがとうございます。これに合わせてずっとお休みしとる。そうですよ、もう素晴らしい。足大丈夫？まだ痛い？痛い、関係ない、関係ない。痛いけど関係ないみたいな。ありがとうございました。ありがとうございます。もう最初から最後まで自分の走りできたんで、もうすごい嬉しいですよ、本当。はい、大満足です。はい。3連覇なんで、今まで女子で3連覇がいないので、もう最高に嬉しいっていうか、やっぱりそうですね、ここまでいろいろ辛いこともあったので本当に嬉しいです。はい。どうもありがとうございます。ありがとうございました。お母さんとお母さんに毎日迷惑